これ、ほら、あー美味しそう。油っこくないんだよね、豆腐だから。どうも、龍二のおじさん、料理です。ということでですね、今回はですね、まだ大丈夫です、まだ慌てる時間じゃないということで、そんな私が作るですね、おつまみでございます。おつまみなんですけども、めちゃめちゃ安くてめちゃめちゃ美味しい、チーチキンナゲット、ナゲット、ナゲット、チーチキンなんですけども、これだけだと足んないんですよ。なんで今回はね、お豆腐と合わせてナゲットにしていくという、安くてヘルシーで美味しいナゲットを作っていきたいと思います。ありがとうございます。リュウジのバズレシピ、材料は簡単でございます。木綿豆腐、これね、あのスーパーとかで売って 300g のものを用意してください、はい、卵1個、チーチキン、エルフレーク、エルフレークにしてください。あのマイルドとかじゃないの、エルフレーク。マイルドはカツオで、エルフレークはキハダマグロなんで、キハダマグロの方を使ってください。なぜかというと、僕はキハダマグロのチーチキンの方が好きだからです。あなたが好きだから。ということでね、今回はですね、チーチキンナゲット、ものすごい美味しいおつまみなんです。これを作ってしまうと、私が酩酊状態で何も喋れなくなってしまう可能性がありますので、保護者の方に来ていただいております。保護者の方お願いします。髪長い乗っ取ることに成功しました。お酒のお姉さん、小雪チャンネルに改名いたします。ちょっと待て、こんなもんで俺が釣られると思ったか、これ。この材料なら私でもいけるかなと思って。僕は飲みますんで、小雪さんに登場していただきました、ね、別に酔っ払っても大丈夫ですよ。あ、もちろん、うん、俺が酔っ払うと酔わない。そうだね、いいアルチューマシーンで。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、どうも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 、あ、どうも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 、いい音。あ、どうも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 、乾杯乾杯乾杯。あー、今度ね、小雪が作ります。切ったりしないでってことだね。切ったりしないっす、これ切りやすいこと、はい、よいしょ、パタンとやってください。はい、もしヘルシー感が欲しい方は、うん、油切ってもらってます。なるほどなるほど。どうせ崩すから。あ、崩すんだね。どうせ崩すから。このまま入れちゃう。大丈夫、はい、入れちゃう。はい、水切りしないです。水切りしない。水切りしない。パックの水だけ切ってください。あ、なるほど、はい、卵1個、卵1個割り入れ、割っちゃってください。はい、パカッと。片栗粉、はい、大さじ3です。大さじ3、はい、1、ね、そんなヘルシーじゃなくてね、抵抗そう。はい、大さじ3です。はい、3です。コンソメ小さじ1半入れといて。でコンソメってさ、固形1個はさ、何グラムなの？固形1個はね、1半ぐらい。あ、そうなんだ。だからこれ、砕いたあの固形1個でも大丈夫。なるほどね、うん、私固形結構使うからさ、うん、1個ね。パン粉大さじ2杯です。絶対 B か AB って言われる。私 O って言われる。あー、 O っぽい。塩コショウ3振り。1、2、3。もうちょもうちょもうちょ、はい、大振り3、はい、ぐじゃぐじゃに混ぜます。ぐじゃぐじゃに混ぜます。これがね、大部分がね、お豆腐なんだけど、うん、ツナが入ってくることによってめちゃめちゃね、お肉感出るんですよ。あ、それはいいね、うん、ナゲットを食べたい時には最高のヘルシーレシピじゃない。最高よね。でももういいんじゃないですかね、こんなもんで。そう、はいはい、なんかもう結構もうタルタルソースぐらいかな。タルタルソースぐらい、うん、うん、油を引きましょう。はい、油はね、だいたいね、鍋底1センチでちっちゃいフライパンでいいです。なるほど。これだとだいたい2回転ぐらいかな。中火です。中火ポーズを感じてきたんで、はいはい、そしたら、じゃあ最初俺やりますよ。はい、はい、こうやってスプーンで、うん、こうやってね、酔っ払ってる方はこうやってちょっと離れて見るのがいいですね。油は怖くない。投入してもらっていい？ナゲットソーシャルディスタンス取ってもらっていいですか？ナゲットソーシャルディスタンス、ありがとうございます。それでこれでちゃんと密になる。あ、いいね。あ、密です。密です。これです、ほら。あー、美味しそう。ほらこれね、油っこくないんだよね、豆腐だから。これですよ、やっぱ35の意味はやっぱこれだと思うんですね。全体的がこんなに美味しそう。おつま揚げ状だね。あ、そう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 、うん、このいいとこっていうのは、豆腐もツナ缶もこれ生じゃないじゃないですか。確かに、うん、
だから火加減をねあんま気にしなくても色だけで見て大丈夫。なるほどね、気にしなくていいんだ。ないんすよ。あーいいね。飲むことだけ考えられる。衣使ってないから後の油めっちゃ綺麗じゃん。確かに、ね、上手。慣れてきた。全体的にきつね色になったら、ね、うん、そうそうそう、柴犬よね。はい、うん、はい、はい、お最高。安くてこんだけできんだったらよくないこれ。見栄えいいしね。見た目ジャンキーで思ったよりヘルシーっていうのは、うん、なんかいいね、得した気分。そうそう、衣じゃないからね。うん、いい音、うん、いい音、いい匂い。おうちの食事でどんだけ楽しめるかが問われてる感じしちゃう。そうだね、やっぱそう言ってる間に全部あげました。最高。わかりました。いいですかね。どうぞ。はい、美味しそう、ね、ほぼマック。うん、ほぼマックです。じゃあ、じゃあまあ、ここでいいですか。うん、いいっすね。パラパラ、あ、開いてなかった。ハッシュドポテトっぽいね。あー、そう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 、うん、でもね、ハッシュドポテトよりね、軽い。チーチキンになる。完成でございます。完成です。はい、それではできましたので、いただきたいと思います。いただきます。いただきまーす。じゃあ、いただきます。サクッと感はもちろんあるんだけど、中のふわふわ感が半端じゃない。そう、豆腐だからね。ちょっといただきます。あ、うまいよね、うん、豆腐でやるから美味しい。うん、鶏肉だとこの食感は出ない、うん、やっぱり豆腐だから淡白なんだけど、うんうん、そこにシーチキンの油、最高、ジューシー。こういってほしい。はいはいはい、完璧ナゲットですね。これ拭いてもらって、あ、おいしい。ケチャップとマヨネーズが入ることによって、うん、ガゼンナゲットになるでしょ。豆腐が肉の脂身みたいな、すっごいジューシーな鶏肉のミンチみたいになってて、うん、本当にナゲット。ちょっと塩とレモンでいかせていただきたいと。さっきレモン切りましたんでね、はいはい、塩レモンで、多分これが一番ハイボールに合うような気がする。パラパラっとこんぐらい、はい、レモンいきますね。いいね、めっちゃ高級感で、うん、あともう一個やっていいですか。かけるだけでいいと、はい、はい、万能すぎる。ハイボールだなこれは。いただきます。うん、うん、結構プレーンな味だから、うん、粒マスタードとかも、うん、ね、合うと思う。かけるものによって、うん、合うお酒が変わってくる。マヨケチャもビールかなって思うけど、やっぱ塩レモンになるとハイボールとか日本酒もいけるんじゃないかって思うぐらいのあっさり感。はい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 、まだ2品目なんですけど、僕は大丈夫ですかね。よくやってくれた、あんちゃん。ということで、次の撮影がレベル何になってるかをこう期待。美味しかった。フォースを感じるまでちょっと飲んでもらって。めっちゃ飲んでね。あ、そう、あと2本あるからね。全然大丈夫。あ、ほんと、これ含めて3本。うん、大丈夫。分かんない、焦点は合ってないけど、うん、分かんない。でも大丈夫。うん、うん、あの、そうやって生きてきたから。あ、ほんと。この YouTube 界で。じゃあ1回だけやる。何を。生麦、生米、生卵。あ、いいよ、うん、はい。生麦、生米、生卵。ちょ、言うて。はいはいはい、あ、交互で副賞ね。はいはいはい、いくよ、うん、生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。終わり。なんで言えてたでしょ。終わり。言えてた。